してから。あ、トイレ。そう、トイレしてから。じいさん、でもそんな腰曲がってないよね。うん、じい、もうちょっと胸張ってみな、じいね。そうそうそう。そうそう、そっち意識して歩いて。そう。その方が後ろ姿が綺麗。あの、80歳がこうなってるおじいさんがいるけどね。いるね。でもじいさんなんか曲がってない方がいいね。うん、栗だと思った。栗。栗だね。栗。よ。大丈夫。ね。休憩所に着きました。今日は混むよね。来るから。終日だから混む。彼岸の間、祭日だから。あくびだ。車にしてバスもあるからな。バスも。バスどこ？ちょっとしといてよ。それトントントン始まったじ。ああ、これ開くんだ。開くけど網戸になっちゃうじゃん。網だよ。でも関係は必要よ。これ来た。これ来たよ。いや、網戸にして、開けて空中回した方がいいんだよね。本当なのね。ダメダメ、自分そのままひとりでお父さん。あぶあぶ。預けてそのままひとりで。いっぱい飲むんだよ。何とったの、じいじ。まだ拾おう。まあいいよ。せいよ、じいじ。ぽい。まあに。段差気をつけてよ、段差。ね、うん。ほい。ねえねえ、あ、虫除けしないと。虫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 やばい。虫除けしもう刺されたかな、私。やばい、私も、なんか、足首が。なあんた、食われやすいから。食われやすい。お姉ちゃんサンダルだから一番やばい。サンダルごめん。また去年みたいな感じだね。雨降った後で。そうだ、そうだ。ミシミシ。これやりいいね。一番食われちゃう人、ほら。もう食われてたんだもん。いやいやいや、私も、私でも結構あれだからね。うん、大丈夫。あともう。ねえなって。腹壊すから。え？あ、これなんだろうね。来た。ちょっと。じいじ、もう人がいなくじいちゃんよ。人がいてもやるよこれ。よくそこまで出るね。みんな離れてても。ね、そう、よくそこまで出るよね。本当は。変なおじいさんがいるとね。だって出るんだもん。みんな離れてくんだよ。出物腫れ物。心構わずだろうね。そうだね。限度があるよね。うん。ちょっとだね。ほら、やっぱ鼻がいっぱい入ってても見るわ。うん。よし。あ、ぐじゅぐじゅ？大丈夫、まだ大丈夫。まだ大丈夫。あ、まだ大丈夫だね。え？な？ん？14列だ。14ね。14列ね。うん。いつもいるよね。お花好きだったのかね。傾いちゃった。本当だね。いいじゃん、お花だってね。綺麗じゃん。いました。じいじ、軍手やるから軍手してね。一応。磨く？え？磨くの？いや、磨かなくてほら、手汚れちゃうから。あの、ゴミが入ってね、そう。あ、一回捨てるの？ゴミがすごい浮いてるけどいいよね。うん、なくなるから。うん、ああ、そうだそうだ。じゃあ、あと入れればね。
ほら、じいちゃんばあさん。じいちゃんばあさん。だね。ほら。あれ、おばさんっていうのもいるんでしょ？そうそうそう。じゃあ、それじゃあそれ半分ずっこか。うん。いや、おばさんとかお花がいいよね。だってほら、来るの。来るから。かずいちゃん来るよ。うちだけこれ、お花。だあとほら、食い物をほら、置いて、持って帰るんだからね。うん、これはうちだけね。これ本物じゃん、ね、偽もどきだから。え、そうなの？本当のおしきびじゃないんですよ。いいねんな、だって緑のもん。あれは大人のものがいいの。これ、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 じゃおじいちゃんと。おじいちゃん、これだ。おじいちゃん。あと、ばあちゃん、これ、そうそう。あ、おはぎも。あんたの。おはぎもね。あと、おはぎとこれ、おはぎ。おはぎ食べていいよ。ん？ね、あと、ワンカップ、これ、えみこはほら。あ、それじゃあ、おじさんのところに持っていくか、じゃあ。どうせ暑くなってきたよ。ジリジリしてきた。あ、本当だね。はい、おじいちゃんの大好きな、はい、飲め飲め。ほーら、いいな。いいな。喜んでる。死んだら思う存分飲めんだね。本当だ。いいね。ダメダメ。本当だ。生きてるだけダメだ。怒られて。絶対ダメ。飲めてるもん。やだ。よいしょ。13年。ね。だから、今年21年とか9年前は。もうそんなになる。ああ、危ない！うまいわ！ほらほらほら、しゃがんでほら。大丈夫？笑っちゃいけない。何で入ったのよ。大丈夫？どうしたよ、急に。どうした？どうした？そう、ふかふかしてるから、力がね。おはがにぶつかって死んじまった。はいはいはい、それで無理にしゃがまなくていいよ。私はしゃがまないもん。そうそうそう。こうやって。うん。そんな感じでいいんだよ。だってふやふやしてるから。そうそう、ふやふやしてるけど。お父さん様って。いやだ、もうちょっと。びっくりした。よいしょ。はい、じゃあお兄ちゃん、このままこう持っててくれる？今、レッキーが中だから、このまま。こうでいいの？そうそうそう、このまま見えてるでしょ？このまんま？はい。じゃ今の大スクープだよ。はい、スクープ。大スクープだよ。ね、おじいさん。なんか、おばあちゃん、ババを押したような。ね、だまだ墓早いんだよって。まだ来んなよって。そうそう、まだ早いんだよって言ってんだよ。私もそんな風に見えた。まだ来んなよって。そうだよね。いつも毎回言うけど間違いない。もう毎回ね。こっちから行っちゃう。いつもいつも。だってここが正式なんだもん。うん。あ、お団子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 、ここでここで団子食べよう。はい、ここで、はい、おばさんね、お団子好きだったね。はい、団子、おばさん、おはぎ食べれば、おはぎだね。はい、あとおじさんが、お酒だよ。はい、はい、じゃ皆さんで、皆さんで。でお酒かけてあげるか。おじさんお酒好きだったよね。好きだ。お酒は俺飲むからいいよ。あれだよ。何だよ。どさくさまじで。あれちゃんビールもらったんだ。うちにいっぱいあるからビールが。ダメダメ。これ何おばあちゃんにあるの？そう、おじさんにかけてあげる。おじさんだよ。おばさんじゃないし。おじさんは。お姉ちゃん開けてみて。これ気をつけてよ。浜野、うん、分かった。分かった。あ、気をつけてね。うん、指切らないように。で、この中でこれイチゴコップか。え？イチゴ半か。うん、なんだろう。うん。飲んでもいいよ。はい。はい、かけて、かけて。じゃあかけて、はい、はい。おじさん飲んで。おじさん飲んでよ。おー、じいちゃん喜ぶわ。うん。ね、日本酒だよ。あー、こんな高級なものにどう？おー、よかった、よかった。おばさんはね、お団子ね。団子ね。いつもお団子くれたからお返し。うちにいつもお団子くれた。で、お姉ちゃん、最後締めてください。はい、お彼岸、皆さん。
1年間無事これで過ごせますね。違うね、もう心置きなく1年間ゆっくりと過ごせますね。またお彼岸の時に、また次のお彼岸までね、来ますよ皆さん、おじいさんおばあさん、お大事に、ゆっくり寝てください、はい、安らかに。